はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日は X で私がポストした内容についてコメントをしていきたいと思います。その前に1点お知らせがあります。6月のプレジデント、お金に困らない生き方2024、こちらの方で私の民泊に関する特集を受けました。この記事がプレジデントさんの方で掲載されておりますので、民泊に興味がある方はぜひこの雑誌を読んでいけたらと思います。それでは本題に入っていきたいと思います。最近民泊業界の変化をすごく感じます。半年前と今では日々状況が変わっている。取り入れた情報を実行する人と情報を入れない人の差は開く一方で、その差は一生埋まらなくなります。これだけは言い切れます。2024年と2025年に全力で行動して損はないです。動かないと置いていかれますよ。民泊の波は流れが速く大荒れです。溢れている情報をいち早く自分のものにするべし。良い情報はいくらでも転がっています。ノウハウを無償で提供してくれる人もたくさんいます。何度も言いますが、良い情報は誰にでも手に入ります。仕入れた情報をどう料理するかはあなた次第です。良い具材があり、調理方法も分かっています。誰が作っても美味しい料理に仕上がります。丁寧な接客マニュアルもあります。みんな同じクオリティに仕上がります。みんな同じ味になります。では何で差をつけるのか。店内のコンセプトを極める。お客様が行きやすい場所に店を出店する。稼働率が 50% 以下でも利益が出るように安く仕入れる。これにつきます。しかしこれが難しいからみんな困る。そうですよね。みんなが困るから作れたら利益が出るのです。だから面白い。これからは新規参入者は増えますが、諦めてオープンできずに辞める人も出てきます。結論、仕入れた情報を自分のものにするべし。勇気を持つ。精度を上げて実行する。諦めずに継続する。その人には勝機ありです。勉強して自信をつけて行動して続けて勝負に勝つ。これからの民泊はこれだ、間違いない。このようなポストをしました。これについて私なりのコメントを付け加えていきますと、新法の前に私が民泊をやっていた時に比べて、今の方が明らかに情報が溢れてるんですね。当時私が民泊していた時って、民泊のコミュニティとかもないですし、情報共有できる人もいなかったので、みんな自分で手探りで施設を作っていって、ものすごい数の失敗をしながら、なんとかなんとか自分の形っていうのを作っていったわけなんですよ。だからその施設、そのオーナーさんで自分が運営している方法っていうのが正しいのか正しくないのかっていうのも分からずに、それぞれ皆さんやっていたみたいな感じなんですよね。情報共有するオーナーさんの会とかもほとんどなかったですし、今みたいに YouTube であったり X であったりって SNS で情報配信してる方っていうのもほとんどいなかったんですよ。それに比べると、今民泊って検索するだけで情報ってたくさん出てくるわけじゃないですか。そういった意味では無料で情報を配信してる方もたくさんいるので、すごくいいなっていうふうに思います。やりやすいとは思うんですよね。だからこそ頭でっかちになってしまって、情報ばっかり取り入れてしまってるってオーナーさんもたくさんいるわけなんですよね。民泊には興味があってずっと勉強はしてるけれども、物件が見つからないってことはあるとしても、もう1年以上ずっと勉強ばっかりして全然始めてないっていう方もいるわけじゃないですか。確かに悪い条件とか良くない施設で始める必要はないとは思うんですけれども、第一歩を踏み出す勇気っていうのを持つには十分すぎるぐらいに、お金をかけずに情報を集めることができるようにはなっているんですよね。なので勉強をする、自信をつける、行動をする、続けて勝負に勝つ、これです。本当にこれに尽きると思うので、皆さんぜひ民泊にトライしてみてください。続いてのポストに行きたいと思います。民泊で強いのは一等オーナーです。リスクを取って自分で民泊をやるもよし、リスクを取らずに民泊オーナーに割高で貸し出すもよし、それがダメなら通常の賃貸で貸し出すもよし。民泊で物件探しが厳しかったら購入も視野に入れてみましょう。民泊で利益が出ている方は金融機関に融資の相談をしてみるといいかもしれませんね。まずはアパートの一棟からでも始めてみましょう。駅から8分以内、民泊は駅からの距離が大切です。このようなポストをしました。民泊の良さって、天体で物件を借りて自分が民泊をするっていうことができるっていうところなんですよね。初期費用をあまりかけずにビジネスを始めることができるわけじゃないですか。天体物件を借りて始めるとしても、やっぱりそれなりには初期費用ってかかりますよ。ワンルームであっても申請から家具を入れたりとか、初期費用、契約の部分でのお金っていうのを入れると、150から200万円くらいっていうのは、大体かかるものなんだなっていう頭でいた方がいいわけなんですね。それでも賃貸物件で民泊を探している方っていうのがすごく多くて、
民泊できる物件ありませんかありませんかっていうような、そういうニーズの層があまりにも増えすぎちゃってることによって物件相場っていうのも上がってきちゃってるわけなんですよ。だからこそ今回私がポストした内容っていうのは、民泊ができる物件を持っているオーナーさんが強いんですよね。そのオーナーさんって選択肢が広がるわけなんですよ。例えばマンション一棟ものを持っていて、それが旅館業の申請が取れたとするじゃないですか。そうなったら部屋ごとに自分で民泊として運営していくっていうのが一番ハイリスクだけれどもリターンは狙えるわけなんですよ。全部屋自分でやっちゃうと、もしかしたらコロナみたいのがまた起きた時っていうのは全部屋お客さんが入らなくなってしまうっていうリスクもあるわけなんですよね。でも全部屋旅館業として運営ができるんであったら、リターンは相当大きいものにはなります。じゃあ全部屋とは言わずに、仮に10部屋あったとして、自分で5部屋運営をする、残りの5部屋は民泊をやりたいオーナーさんに貸し出すっていう方法もあるわけじゃないですか。1部屋が10万円だったとすると、民泊をやりたいっていうオーナーさんに13万円から、今の相場感で言うなら15万円でも借りてくれると思うんですよね。それを15万円で貸して、それでそのオーナーさんには民泊をやってもらうっていう方法もあるわけじゃないですか。そうすると月々は家賃という形で一棟所有のオーナーさんのところには入ってくるので、これはこれでリスクっていうのは軽減できるわけですよね。一応民泊をやるオーナーさんに貸し出すとしても、コロナみたいなリスクを考えると、撤退するっていう時全部撤退してしまう可能性もあるので、その中の一部を通常の賃貸として入居者さんに貸し出すっていう方法もあるわけなんです。こうすると一部屋10万円で貸し出すことができて、コロナみたいなことが起きても通常の賃貸で住んでる方っていうのは退去しないわけなんですよね。なのでこういうふうな形でリスクを分散して収益を安全化させるっていう方法もあるかなっていうふうに思います。一棟のオーナーさんは選択肢が広がるんですよ。ここが強いかなっていうふうに思いますね。鉄筋コンクリートの大きな RC っていうふうになると、やっぱりオーナーさんも購入するにもハードルは高いと思うんですね。だからこそ木造のアパートから始めてみるっていう方法もありだとは思います。もちろん木造になると RC マンションに比べて騒音問題とかっていうのも影響はしてきますけれども、それでも物件価格っていうのが割安にはなってくるわけじゃないですか。なので6部屋の物件を借りて、1階3部屋は自分で民泊運営をしてみて、2階の3部屋というのは民泊をやりたいオーナーさんに貸し出すとか、通常の賃貸として貸し出してみるっていう風な方法でリスクを分けるっていうやり方もあると思うんですよね。だから一棟物を持っているオーナーさんが本当に強いと思います。選択肢が広がるので、もし民泊がうまくいって施設どんどん拡大して月々のキャッシュフローがしっかり取れるようになるんであれば、次は金融機関に相談に行って物件を購入するっていうステージで膨らましていくっていうのが一気に加速していくと思うので、参考にしていただければと思います。続いてのポストに行きます。副業でお金を稼ぐのは大変です。あと5万円稼げたら生活が楽になるのに、そう思って変なビジネスに引っかかってしまったり、お金を失う人は多いと思います。副業で1000円稼ぐのってすごい大変なんですよ。ブログや YouTube などで副業を始めたけれども1円にもならなくて辞めたという人は多いはずです。5万円の収入を増やすのであれば民泊は最適だと思います。民泊オーナーたちは自分の目標収入を公言している人って多いんですね。これはすごいことで、雇われ人っていうのは自分の給料が短期間で増えるっていうことはほとんどないんですけれども、民泊のオーナーは施設を増やせば収入が増えることっていうのを理解しているわけなんですよね。5万円どころか10万円、20万円単位で数ヶ月後に収入アップの計算っていうのをしてるんですよ。民泊を副業で始めてみて本業に切り替えていくっていう人が多いのはこのような理由です。一部屋を完成させたら10万円の収入が確定すると励みにしながら貪欲に部屋を作り続けているのがいいですよね。民泊収入で月にいくら欲しいですか、この質問をされて稼げるイメージができるのも民泊ビジネスの魅力ですよね。100万円を目標にしていても誰からもバカにされずに実現できる数字だと思います。一部屋をオープンした方であれば共感してくれるはずです。このようなポストをしました。副業って本当に難しいんですよ。ただ今のご時世、副業の選択肢ってたくさんあるわけなんですよね。その中の一つとして民泊っていうのをチョイスしている方が多いわけなんですよね。多分この動画見てる方でもブログで収入を得たいとか、アフィリエイトをやってお金を儲けてみたいとかっていうふうに思ってやってみたことはあるけれども、結局お金にならずに辞めたって方たくさんいると思うんですよね。 YouTube であってもそうじゃないですか。実際こうやってお話をして動画を見てもらって広告収入を得るとか、
YouTube って結構楽そうだなっていうふうに思って始めてみるけれども、思いのほか大変で登録者も全然増えないし、やっぱりこれやってても意味ないやっていうふうに思ってやめてる方も多いと思うんですよ。今は副業に関してもいろいろなジャンルがあるので、その中の一つとして民泊っていうのがみんな面白いっていうふうに思われてるわけですよね。実際に民泊って開業するまでは確かに大変なんです。副業って言っても本当に投資ではなくてビジネスなので、準備の段階であったり申請であったり契約であったりとかって結構大変なことは多いんですけれども、いい物件を見つけて話が進めば今のご時世はなかなか面白いとは思います。こういった意味ではやっぱり一件なんとか始めることによって、それで物件仕入れるルートがうまく見つかったりすると、そのルートから次の物件をうまく仕入れてっていう風な形になっていくわけなんですよ。だから主婦の方でもゆっくりなペースであっても施設を少しずつ少しずつ増やしている方っているわけなんですよね。ちゃんと作り込んでちゃんとお客さんに対して満足いくサービスを提供するとお客さんちゃんと入ってくれるわけなんですよ。そうすると思いもよらないような金額がチャリーンと入ってきて、それが生活の足しにするでもいいし、生活費としては触らずに次の物件をオープンするための資金として貯めていって、ある程度の期間貯めていたらまた次をオープンさせるっていう、そのサイクルに回していくと結構強いわけなんですよね。なので本業があっても民泊を副業としてやっている方、主婦として普段は家事に専念しているんだけれども民泊を自分の仕事として取り入れたっていう方もいて、こういう方であれば時間をかけてゆっくりゆっくりと自分の施設っていうのを1年に1つのペースでいいから進めていくっていう風になると、本当に戸建ての物件だったら1軒でも20万30万円の利益っていうのは狙えるわけなんですよね。こうなると10年間もしかけてしっかり作り込むっていうんであれば100万円の副収入っていうのは全然無理な話ではないと思います。ここが民泊の面白いところですよね。副業というふうに考えて民泊を捉えるっていうのはすごくいいと思います。ただサラリーマンでめちゃめちゃ忙しくて、それで副業で民泊ビジネスっていうふうにやると、常に自分で連絡をゲストさんと取らなければいけないけれども、会議で2時間携帯を見ることができないとかっていうふうな状況になっちゃうと、その間に緊急対応があったりとか、ゲストさんが大きなトラブルに巻き込まれてるとか、チェックインしようと思ったけれども鍵がないとか、そういう問題に遭遇しちゃうっていうこともあるので、専業があって携帯を見れない時間があるっていう方であれば運営代行会社さんにお願いするとかの方がいいとは思います。自営業の方で基本的にはいつでも自分が見たいタイミングで携帯見れるとかパソコン見れるっていう方であれば、自分が民泊のホストをやりながら自分の本業っていうのに取り組むっていうのは全然いいと思うんですよね。話をまとめますと、副業として民泊を始めるっていうのは、今まで副業として収入を1円も稼いだことがなかった方であったとしても収入にはなるチャンスは十分にあるビジネスだと思います。続いてのポストに行きたいと思います。民泊新法の前は今よりチャンスは多かったが、失敗する人はちゃんと失敗していた。私の知り合いにも新法の前に民泊のことをあまり調べずに参入した方がいて、出資だけしてやる気がある未経験の人と利益を折半するという約束で共同経営で民泊業界に進出した方がいます。私と同じマンションを契約して民泊を始めて、他にも新築のマンションの物件でも始めました。同時に2部屋をスタート、結果は1年以内に両方撤退。どのタイミングでもうまくいく人はうまくいくし、失敗する人は失敗します。今は民泊の情報は調べればいくらでも無料で手に入ります。その当時は民泊について発信している人がほとんどいなかったので、情報は少なくみんな手探り。時代で考えても今の方が恵まれているとは思います。今の知識があって過去に戻れたら無双するけれども、時代を選べるのであれば今の方が絶対にいいと思う。不動産屋に言われて新築1棟20室の契約後に民泊ができないって後で分かって、不動産屋のせいにして泣いていたオーナーも知っています。全てにおいて情報不足だし無知なオーナーが多すぎた。地方で1棟40室の契約をさせられて2ヶ月間で1件も予約が入らないって泣いていたオーナーさんもいました。今は問題はほとんど事前に把握できるし、いくらでも教えてくれる人が周りにいるから恵まれてると思う。パソコンを叩いて調べてわからないことがあったら誰かに質問をして、精度の高い情報が欲しかったらオンラインサロンに入会もできる。調べまくって民泊をやらないという失敗を避ける方法もある。悪いことは時代のせいにはしない。すべては自己責任。
過去は良かったとか今は飽和状態でなんて言ってる場合ではない。今の情報量に感謝しながら無理のない民泊ビジネスを楽しみましょう。まずは失敗しないようにするのが一番です。失敗しないためには民泊に参戦しないという選択肢もありです。このようなポストをしました。結局どんなビジネスであってもどんな仕事であってもあの時は良かったとかあの時はっていうふうに言う方って多いと思うんですけども、結局あの時はあの時はって言ってる方って今もあんまりいい成績出してない方が多いわけなんですよ。ちゃんとしたパフォーマンス出してる方っていうのはその時今の情勢に合わせての対策っていうのを取っていくわけじゃないですか。私が新法の前に民泊運営していた時であっても当然飽和状態なんて当たり前のように言われていたわけなんですよね。じゃあどうするかっていうと、やっぱり立地選びが大事だなっていうふうに思ったので、立地に対してはかなりアンテナ張りながらやっぱり運営をしていました。新しい物件仕入れるとしても立地立地立地、ここで考えていたっていうことはありますよね。それは今のご時世でも言えることであって、この今のご時世に合わせての準備っていうのをしていかなきゃいけないわけなんですよ。だからこのポストで私が言いたかったのって、昔だから利益が出たよねとか昔ってほんといいよねってよく言われたんですけれども、当時であっても私と同じマンションでやっても利益が出なかった方もいたわけなんですよ。だから昔であっても失敗する人は失敗するし、今であっても成功する人は成功するわけじゃないですか。ここっていうのをちゃんと履き違えないで考えていただきたくて、各々がどういうふうに民泊の運営に取り組んでいくかによって全然パフォーマンスで変わってくるわけなんですよ。なんとなく今やってると結構大変だと思います。なかなかいい結果が出なくなってきてはいますよね。ただこれはもう時代のせいにするとかではないんですよ。ちゃんと勉強をしてちゃんと取り組めばちゃんとした結果は出ますし、皆さん勉強しているんですよね。なので勉強しないはもうダメです。ちゃんと勉強をしてもっと精度の高い勉強をしたいんであれば、お金を払ってオンラインサロンに入るっていう方法もあります。それで自分の能力とか自分がどこまでこのビジネスに体を入れれるかとか時間をかけれるかっていうところまで加味した上で、民泊のビジネスに参入するのは私はやめておこうっていう選択も全然ありだと思うんですよね。結局は自己責任なんで、うまくいったら自分の手柄だし、失敗しても自分のせいだしっていうことで、誰からも何も言われないわけなんですよ。だったら考えに考えた末に、自分は民泊のビジネスに参入するのはやめておこうっていう選択肢も全然ありだと思います。民泊のビジネスをやっていくにあたって一番大事だなっていうふうに私が思うのは、負けないことなんですよ。結局利益を出すっていうことが勝ちだとすると、利益を出さなくても赤字を出さないっていうのもまだありだと思うんですよね。もちろん一部屋の民泊の運営をやって初期費用も回収できずにずっと月々のインとアウトのお金が同額って言ったら、それはそれで負けにはなってしまうんですよね。でも何年かかけて回収できたって言って、それでよしっていう風にする方法もありで、そこまでの経験値を得たんだって言って物件を売却するとかっていう方法もありだと思います。でも負けないっていうことであるんだったら、最初からお金はかけずに参戦しないも全然ありだと思います。民泊で大事なのは負けないことだと思うので、やらない選択肢、それからとことんやって利益を追求するっていう方法、この辺を自分でしっかり考えてから参入をしてみてください。続いてのポストに行きたいと思います。初めて民泊を開業する人が注意をすることを簡単にまとめてみました。市場調査と計画は慎重に行う。1、市場調査。立地や競合の民泊物件を調査し、需要と供給を把握する。2、ターゲット設定。どのようなゲストをターゲットにするかを決める。観光客、ビジネス客、家族連れなど、部屋のコンセプトを決める。3、事業計画を作成し、目標、運営方法、予算を明確にする。最重要事項は高い家賃で契約しないこと。どうにかなるでしょうという気持ちで経営は行わない。このようなポストをしました。これについてなんですけども、やっぱり大事なのって市場調査、立地っていう部分ですよね。駅から近い物件であるかとか、ターミナル駅から近い、アクセスしやすいかっていうのはすごく大事です。私が民泊をやるにあたってこの辺のラインかなって思うのが、不動産表記の中での徒歩8分かなっていうふうに思ってます。もちろん8分以上は絶対ダメですって言ってるわけではないんですけれども、8分っていうのがいいラインなんじゃないかなっていうふうに思いますね。不動産上での徒歩1分っていうのは80メートルっていうふうに表してるんですよ。なので8分っていうと640メートルの距離っていうことなんですよね。
でもこれって男性が早歩きをしたスピードになるわけなんですね。女性や子供が歩くとだいたい8分表記って10分から11分ぐらいかかっちゃうんですよ。駅から徒歩12分とかの物件になると実質15分から16分ぐらい歩くっていう頭でいた方がいいわけなんですよね。こうなるとスーツケースを持って子供も一緒にガラガラガラというふうに歩いて、さらに悪天候だったりして傘を差しながらってなると結構ゲストさんしんどいと思うんですよね。ここら辺考えるとやっぱり駅地下って強いんですよ。例えば主要のターミナル駅から徒歩18分の施設があったとするじゃないですか。でもこれってゲストからすると18分で主要の駅に行けるっていうのは集客としては強いんですけれども、実際のところそれだったらその駅まで電車で一駅の徒歩4分とかの方が結構需要高かったりするんですよね。そして一駅離れて徒歩4分の物件の方が意外と安かったりもするんですよ。そう考えると主要のターミナル駅まで電車で3駅の駅地下みたいな物件って意外と狙い目になったりするんですよね。次2番ですね。ターゲットの設定、どのようなゲストをターゲットにするかを決めるというところです。これはその立地によって一人のゲストさんを狙うような施設、小さな部屋であっても一人のゲストさんが宿泊してくれるっていう前提なのかとか、ファミリー層を向けてによっても部屋の作り方とかも全然変わってくるわけなんですよね。内装のレイアウトも変わってくるし、置く家具も変わってくるわけじゃないですか。こういったところのターゲット層をしっかり見極めるっていうのが大事です。もちろん駅地下戸建てとかすごい強いんですけれども、ちょっとターミナル駅から離れたところであっても内装を作り込んでゲストさんにとって魅力があるような部屋の写真作りっていうのができると長期のファミリーを狙えたりとかするんですよね。3週間ステイの6人泊とかっていうのができると結構収益っていうのも安定してきたりするんですよ。こういったところをどの層をターゲットにするかっていうのは明確にしておいた方がいいですね。例えばファミリー層であるんだったら小さい赤ちゃん用の何か備品を置くとか、そういうようなサービスっていうのをしている施設もあります。このあたりも参考にしてみてください。最後3番のところですね。計画書の作成、事業計画を作成し目標、運営方法、予算を明確にする。ここについてなんですけれども、やっぱり民泊っていうのもビジネスとして考えたときに良い時と悪い時っていうところも考えた上でのシミュレーションを出していかないといけないんですよ。さすがにコロナが起きるっていうのを今のシミュレーションに組み込むっていうのはなかなか難しいとは思うんですよね。でも周りの相場感であったりとか稼働率っていうのは周辺調査をした上で宿泊料金って決めていくわけじゃないですか。その場合って光熱費がどれくらいかかって、清掃料金がどれくらい、備品代がどれくらいかなっていうのをちゃんと計算しておく必要があるわけなんですよね。これを計算した上でその物件を契約するかっていう風にしなければいけないんですけども、たまに順番が逆転してる方がいて、契約しちゃって準備に入ってるんだけども、そこから予算組みしてったら全然これ収支合わないじゃんみたいな形になってることがあって、収支を合わせるために宿泊料金を高くしなければいけないけれども、その宿泊料金が周辺相場から逸脱しすぎていて予約が入らないみたいな形になっちゃうんですよ。でも契約の家賃の金額っていうのはもう決まってるわけなんで、この料金よりも安く募集をしてしまうと、もう毎月赤字が確定してしまうみたいな感じの経営になっちゃう方もいるんですよ。このまま予約入らないと大赤字だけれども、料金下げてちょっとの赤字で今月なんとか乗り切る、来月はもう少し高単価を狙っていきたいけども結局入らなくて料金下げなきゃいけないから赤字が確定するみたいな感じで、ずる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 赤字経営になって繁忙期の月だけプラスが出るみたいな、なんかよくわからない経営になっちゃうっていう方もいるんですよね。だから計画書を作成するっていうのは順番を逆転しないようにしてください。物件を契約する前にちゃんと資産を出して、それで収支が合うっていうんであれば始めればいいと思いますし、この収支表っていうのも甘めに見ないで辛めに作ってください。例えばエリア的にだいたい稼働率が実際9割回るだろうなっていうふうに思っても、9割回る前提で資産なんて組まないでくださいね。6割5分ぐらいとか6割とかで稼働してそれで利益が出るのかっていうところまでちゃんと煮詰めた上で物件契約っていうのをしてください。これ8割で多分回るんだけれども、8割で回り続けないと利益出ないっていう風な状況になっちゃうと相当きついと思います。この辺の試算っていうのは
事前に契約前にしっかりと話を詰めた上で進めてください。はい、それでは今日はここで終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。私のチャンネルでは普段民泊や民泊清掃に特化したお話を定期的に配信しておりますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。トークのリクエストがありましたら、YouTube のコメント欄、Twitter、X、Instagram から DM をください。その内容が面白いなと思ったら、動画で取り上げてお話をしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。